今回の動画では基本的な操作や機能についてまとめています。アイビステインと初心者の方は最後まで見ていってね。アプリを開いたらマイギャラリーをタップ。マイギャラリーには自分の作品が並ぶよ。左下のプラスから新規キャンバスを作成。このスライダーでキャンバスの大きさを自由に決められるよ。ここをタップすると直接入力できる。 OK を押したらキャンバス作成完了。慣れないうちはテンプレートから作ってみよう。絵を描くのをやめるときは右下の矢印をタップして、マイギャラリーに戻るをタップ。絵のデータは自動で保存されるから安心。左右にスワイプで隣の作品に移動。上下にスワイプすると一覧に戻るよ。続きから絵を描くときは右下の編集をタップ。キャンバスはこんな感じで拡大、縮小、回転ができるよ。左下のアイコンをタップするとブラシと消しゴムの切り替えができるよ。ここでどのツールになっているか確認できる。ここでブラシの種類を変更。このスライダーでブラシの太さと不透明度が変更できるよ。上が太さ、下が不透明度だよ。消しゴムもここで種類の変更。ここで太さ不透明度の変更ができるよ。次の操作はめちゃくちゃ使うから絶対に覚えてね。2本指で画面をタップすると取り消しができて、3本指で画面をタップするとやり直しができる。左上の矢印でも取り消しとやり直しができるよ。ここで色を変更するよ。これはカラーサークル。円で色相の変更、四角でサイド明度の変更ができるよ。ここをタップするとカラーパレットが開くよ。カラーパレットにはよく使う色などを登録しておくことができるよ。ここを長押しして移動させたら登録完了。登録したい場所を長押ししても登録できるよ。色を消したいときは消したい色を長押しして削除。ここには使った色の履歴が残るよ。画像を保存するときは右下の矢印をタップ。画像を保存を選択。ここでファイル形式を選択したら OK をタップで保存完了。マイギャラリーから保存するときはここをタップして、画像 PNG、JPEG を選択。さっきと同じようにここでファイル形式を選択。 OK をタップ。画像を保存をタップしたら保存完了。基本的には PNG で保存しておけばいいよ。 JPEG と PNG の違いや使い分けなどは慣れてから覚えていこう。レイアウトは層という意味でデジタルイラストには欠かせない機能。透明な板にそれぞれパーツを描いて重ねることで1枚の絵が完成するって感じ。ここをタップしてレイヤーウィンドウを開き、ここをタップして新規レイヤーを追加。選択しているレイヤーのみに描くことができるよ。上にあるものが手前に表示されて、下にあるものが後ろに表示されるよ。目のアイコンをタップするとレイヤーの表示非表示を切り替えられる。ここを長押ししながら上下に動かすとレイヤーの順番を変えることができて、このスライダーでそれぞれのレイヤーの不透明度を変更できるよ。ここでキャンバスの左右反転、ここでキャンバスの上下反転ができるよ。右にも同じアイコンがあって、こっちではレイヤーごとに向きを変更できる。レイヤー名変更のやり方はこの動画を見てね。レイヤーウィンドウを開いてカメラのアイコンをタップ。読み込みたい画像を選択。サイズを調整してチェックマークをタップで画像読み込み完了。新規レイヤーで追加されるよ。ツール選択ウィンドウを開き、スポイトをタップ。使いたい色をタップするとその色を拾うことができるよ。スポイト後は自動でブラシツールに戻るよ。長押ししながらだと細かい位置調整ができる。矢印をタップして設定からクイックスポイトをオンにすると、スポイトに切り替えなくてもキャンバスを長押しするだけでスポイトを起動できるようになるよ。ツール選択ウィンドウを開き、移動変形をタップ。青枠の内側を触りながらだと枠内にあるものを移動できて、青枠の外側を触りながらだとキャンバスごと移動できるよ。こんな感じで大きさを変えられるよ。この矢印で回転できる。微調整したいときはスライダーで調整しよう。ここが作業レイヤーだと選択しているレイヤーだけ移動できて、
ここがキャンバスだとキャンバスごと移動できるよ。ツール選択ウィンドウを開き、投げ縄をタップ。画面をなぞるとこんな感じで点線が描かれて、点線の内側が選択されている状態になる。この時点線の内側にだけ描画されるよ。レイヤーウィンドウから選択レイヤーを選ぶと、選択している範囲が青く表示されるから、選択範囲を確認したいときは選択レイヤーを見ると分かりやすいよ。ここを追加にすると選択範囲を追加できて、ここを除外にすると選択範囲を消すことができるよ。ここで選択範囲の反転、ここで選択範囲の解除ができるよ。パーツの位置を調整するとき、投げ縄と移動変形をよく使うから覚えておこう。ツール選択ウィンドウを開き、塗りつぶしをタップ。キャンバスをタップすると広い範囲を一気に塗りつぶすことができるよ。この円の中だけを塗りつぶしたいとき、線画に隙間があると色がはみ出ちゃうけど、隙間認識をオンにすると隙間を自動で認識してはみ出さずに塗りつぶせるよ。歯車アイコンからスワイプで連続塗りをオンにするとこんな感じで連続で塗れるよ。ここをタップして参照ウィンドウをオン。これでキャンバスの全体像や資料を見ることができるよ。左上にあるアイコンをタップするとキャンバスモードと資料モードを切り替えられる。キャンバスモードでは常にキャンバス全体が表示されるよ。参照ウィンドウ内の四角はスマホの画面に表示されている範囲だよ。資料モードではカメラロールから読み込んだ画像を表示しておくことができる。資料を読み込みをタップしてカメラロールから画像を選択。読み込み完了。3点ボタンをタップして資料を追加から他の資料を追加できるよ。ここで他の資料に切り替えられる。資料を削除で今表示されている資料を消すことができるよ。このバーをドラッグして移動、角をドラッグしてサイズ変更できる。参照ウィンドウの画像を長押しするとスポイトできるよ。ウィンドウを閉じるときは×をタップ。閉じても追加した資料は消えないよ。レイヤーウィンドウを開き、このアイコンをタップ。レイヤーの複製をタップすると選択しているレイヤーを複製できる。フォルダも同じように複製できるよ。このアイコンをタップすると選択しているレイヤーとその下のレイヤーを結合できる。このアイコンをタップして全結合を追加をタップすると、すべてのレイヤーを1枚にまとめたものが新規レイヤーで追加されるよ。このアイコンをタップしてフォルダ追加をタップしたらフォルダを作成できる。この3本線を触りながら右にスワイプするとフォルダ内に入れることができるよ。この線でフォルダに入っているか見分けることができる。フォルダのサムネイルをタップするとフォルダを開いたり閉じたりできるよ。フォルダを選択した状態でこのアイコンをタップ。フォルダの全結合をタップしたらフォルダ内のレイヤーを1枚にまとめたものが新規レイヤーで追加されるよ。フォルダを選択して移動変形を使うとフォルダ内のレイヤーだけ移動変形できるよ。これで基本操作の紹介はおしまいです。アイビスペイント使ってみてくださいね。アイビスペイント。